前回までの、あらすじ。なんやその言い方。前回、SU-152 のために砲弾を迅速に装填するための準備をした霊夢。しかしその後に控えるアル戦車の存在を知ってしまう。SU-152 の時は筋トレの時間がなかったためにアリスの魔法を使用したが、今回は魔法が使えなくなってしまった。霊夢さんの両腕の運命やいかほどに。それでは本編始まります。というわけで今回乗っていくのはこちら、ソ連ティア60戦車カーベイ2。1939年にフィンランドに侵攻したソ連はマンネルハイム戦での火力戦車要請を受けて開発が始まった戦車。41年までに202両が製造され、フィンランド戦や対独戦に投入されました。主砲は SU-152 と同じく 152mm 砲を搭載。1発のダメージが高いが装填時間が短いのがネックですね。また、巨大な後頭装甲が薄く弱点の一つに、カーベイ1と同じ足回りなために遅いです。初動はレミングスにはなるけど、みんなのところに行くぜ。わかったわ。ほいよっと、装填完了ね。しっかしながら重たいわねこの砲弾。絶対にパルちゃん攻撃ミスしないで。頑張るよ。軽戦車発見、丘上まで行くわ。うん、狙えそうにないね。他には？やっとパンターと SU-100Y がいるね。 100Y に攻撃絞って676ダメージ。うっぱ、もう2人残りになってらー。じゃあ詰めていって叩きに行くよ。エッコ、エッコ、エッコ、エッコ。さっきから何を言ってんだ。装填してんじゃないの。でも誰か違うやつがいる気がするんだが。マリサさん、よく気がつきましたね。霊夢さんが重いというので助けに来たんですよ。ほん、誰かやっぱり狙って。はいはい、発射。437ダメージで敵駆逐戦車撃破ね。装填入るよ。むむ、誰かから狙われた気がする。左よマリサ。ブーケ見つけた。うか、後ろの SU-100Y からだと思うわ。奴は後で始末するとして、あのチリを倒すわよ。前後運動激しいな。出てくるぞ。オーフ、チリが死んじゃったから AMX を狩るよ。はいはい。消えたな。でも見えましたよ。そろそろ出てきますよ。ここだ。ちょっと、外すなって言ったでしょ。ゲヘゼロ。でもちょっとしたピンチよ。とりあえず鉄筋戦するわよ。あの家まで行くぜ。絞って絞って、発射。528ダメージで鉄形戦車の撃破を確認。カーベイ2狙える？よく狙って、発射。カーベイ2の理解が切れたね。ちょっと下がるわ。なんか、すっごいでかい砲弾が飛んできたんですが。これで大丈夫だな。あと7秒だよ。停車。絞って絞って、間に合え。敵重戦車の撃破を確認。では、次の試合へ。というわけで2戦目です。ちょっと待てや。どうしたのよマリサ。いや、こいつの迷彩がめちゃくちゃ変わってんだけど。確かにね、雪組だと活躍できそうな迷彩です。実は、1戦目の迷彩はカーベイ2メネシングという名前で、日本語訳では威嚇で、カーベイ2専用の永久迷彩だよ。それで、今回使ってんのは幻惑っていうレア迷彩だよ。隠蔽音に抑えることができるって。確かに戦場ではこんなに大きい砲塔って目立ちますもんね。とりあえず前のスターリンについていくよ。あいよ。では、使用感について話していきましょう。装填時間が非常に長いため、周囲の警戒を重視しないといけませんね。また、正確に砲弾を当てるためにもせっかちにならないことも大事ですね。そして、重戦車らしい遅さなので、初動は味方が多い方に行く方が良いでしょう。一応言っとくけど、当チャンネルとしても見解なので異論は認めます。もっと良い立ち回りとかがあればぜひ教えてくれなんだぜ。それで、あの目を狙える？無理だわ、丘を越えた先にいる。了解、進んで。おうよ。わあ、びっくりした。やっぱんつけたの知らんかった。狙える？そこに VK 邪魔やな。詰めるぜ。うわあ、貫通できないな。銃弾に変えようか。うん、お願い。
今の砲撃は貫通だったしな。へ、お前はちゃんと前見て運転せいや。うふう、消火しときますね。で、普段道の間にそこにいたんだ。ずっと上空から見てますよ。消火程度ならなんのそのですよ。フランちゃんありがとう。榴弾入ったよ。うん、ダメージはいりそうだね。弱点狙えるような即距離でも使ってるのか。そうだよ。さすがに私たち狙われすぎだよ。このままだと瞬殺されそうだぜ。しかし、遺体に加えて燃料タンクがおかしくなっちゃったね。フラン、修理頼める？はいはい。さっきから撃ってきたのって、あの VK だな。なかなかに鬱陶しかったな。そろーり、そろーり。お待たせや、パンちゃん。敵駆逐戦車の撃破を確認。しっかり貫通したみたいだね。それでかつやパンツの弾は弾いたみたいだな。 VK 接近中、飛行旋回急いで。おらー、ふんぬーのー、装填急いで。うなれ私の筋肉。おらー、照準よし、射線に捉えた。発射、ナイスショット。敵中戦車を撃破よ。今の榴弾砲なんかすごい発射音したんだが。確かにね。誰が仕込んだんでしょう。あ、私です。戦況が悪かったので、良い状況に持っていきたかったので仕込みました。これを、敵の榴弾と名付けましょう。にしてはすっごい音だけど、誰か波動砲でも撃ったのかと感じたぜ。では、M6 を狙いましょう。あいつ、回線落ちしてるし。それでも容赦なく仕留めるけどね。ということで、敵 M6 を撃破しました。その後、残りの敵戦車を味方が全て撃破。敵戦車全滅により、私たちのチームが勝利を収めました。というわけで、1戦目の結果から参ります。1805ダメージで3台撃破、2バッジを獲得できました。本音を言うと、大口径砲関連の勲章は欲しかったですね。収益等はご覧の通りです。ゴールドブースターによる収益もありますね。成績ですが、ダメージ量撃破数経験値でチームトップでした。そして、2戦目の結果です。こちらでは3バッジに加えて死神に攻撃の名手を獲得しました。そして、778ダメージと少ないながらも3台撃破しました。そして、戦闘で得た収益はご覧の通りです。全体では4位です。3000ダメージ出す人ってどうしたらできるんだろう。パルシーさん、もっと練習しましょう。そうだね。あ、霊夢が。私がいたからあれだったけど、これはかわいそうだわ。って言っても、サナエは奇跡の榴弾砲以外は何もしてなかったよね。サナエ、後でこっち。というわけで今回はここまでです。チャンネル登録と高評価、あとはうぷ主さんのツイッターのフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でもゆっくりしていってねー。